はい、皆さんこんにちは。今回は Chaos っていうシステムを使って、物質の破壊、スタティックメッシュの破壊をやっていきたいと思います。具体的にはこういう感じです。こういう感じですね。この Chaos を使った破壊の、基本的なことを今回はやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは初めて Chaos を使うためにはまずこの Chaos のエンジンをインストールする必要がありますので、まずランチャーに行ってもらってこのエンジンバージョンのプラスボタンを押して、ここの下三角から、一番最初か一番最後に 4.26-Chaos、これですね。これがあると思うんで、それを選択してもらって、インストールしてください。インストールが終わったら、ここの、ランチのところをこのケイオスにして、あとはいつも通り立ち上げれば、使えます。で、立ち上げたのがこれで、これファーストパーソンで、やってます。ファーストパーソンとスターターコンテンツでやっています。そしたら、コンテンツブラウザー開いてもらって、ケイオス、破壊するのは、スタティックメッシュだけしかできません。で、今回はスターターコンテンツに入っている、この椅子ですね。これを破壊したいと思います。で、それをレベル上に配置して、でこれを選択している状態で、上のモデルのところから、この一番下のフラクチャーを選択します。で、選択すると、ここにニューっていうのが現れると思います。で、これを選択します。そしたら、好きなフォルダ、どこでもいいんですけれど、今回はこのもうコンテンツのところに入れます。で、ここで、これで名前付けれるんですけれど、これもデフォルトの名前でいいかと思います。で、終わったら Create Geometry Collection のボタンを押します。押したら、さっき指定したところですね。にこのジオメトリーコレクションというものが作られます。そしたらまたこれを選択している状態で、ここの下のフラクチャーっていうタブに行ってもらって、このユニフォームっていうのを押します。これが均一に粉砕するようなボタンになります。で、ここの左の項目の一番下ですね、このここに分割数かな、それがあると思います。今回はこの20のままでいいかと思います。で、隣のこのフラクチャーを押すと、こういうふうに分割されます。で、この塊ずつに色分けされているんですけれど、もし色分けされてなかったら、ここのショーンボーンカラーズのチェックを入れてもらったら色分けされるようになります。で、その下の、このエクスプロードアマウント、このボタンを、横にスライドさせると、こういうふうに破片を、一つ一つ見れるようにできます。で、このままプレイすると、こういうふうにもう簡単に粉々になります。で、今ちょっとなんかちょっと浮いている状態から粉々になったと思います。で、これを、この椅子をもうちょっと上の方に上げて、で、プレイを押すと、途中でまた壊れるようになったかと思います。で、これは設定がそうなっているからって、さっき作ったこのジオメトリーコレクションをダブルクリックします。で、このインプリシットタイプ、ボックスになっていると思いますが、このボックスが、これは多分コリジョンの、形状だと思うんですけれど、それがボックスタイプになっているんで、このオブジェクトの周りに、ボックスタイプのコリジョンが生成されて、それが、何らかのものと接触してダメージが加わると、中のメッシュがバラバラになるんだと思いますが、このボックスがこのメッシュより少し大きく設定されているので、
プレイオフした時になんか変な感じに、なっているのかと思います。なのでこのコンテンツを、コンテンツじゃなくて、ジオメトリーコレクションのここのボックスを、このレベルセットですで、レベルセットにしたらこの上を、パーティクルインプリシットにしないといけないらしいです。これは多分、なんか計算方法に基づく手法だと思いますが、詳しくはよくわかりませんが、とりあえずレベルセットを使う場合はこのパーティクルインプリシットにしないといけないらしいです。で、このレベルセットっていうのがこのオブジェクトと、当たるものですとの、距離に応じて、当たり判定が生成されるものだと思います。なのでこれでプレイすると、ちゃんとこの地面に当たった時に、粉々になるようになります。多分これとこの何に当たるかのこの距離に応じて当たり判定されると思うんで、こういうふうにこう当たった時にちゃんと壊れるようになるんだと思います。で、隣ここのこれを選択している状態で右側のこの、ここですね、ダメージの敷地今250になっていると思いますが、この値を、めちゃめちゃ高い値にしてあげると、こういうふうに、壊れなくなります。要はこの敷地の値を、超えるようになって初めて、バラバラに、なるというわけですね。で、元の値に戻すと、こういうふうに、粉々になると。もちろん、他にもいろんな機能があって、ここで紹介したのは、本当のごくごく基本的な機能になります。で、ナイアガラとか、ナイアガラっていうのはエフェクトを作るツールになるんですけれど、そういうものと組み合わせて、壊れた時に煙を出すようなことや、炎を出したり、そういうこともできたり、この、武器ですね、武器で攻撃したら、壊れるようになったり、いろいろできます。それらに関しては、順を追って、動画を作っていきたいと思います。あとエピックゲームズがこのケイオス使ったデモの動画を配信しているので、まだ見てない方はこちらをまたご覧ください。概要欄に貼っておきます。なかなかクオリティが高い、デモ動画で、頑張ればデモ動画みたいなものが自分でも作れるようになるかもしれません。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。